はい、グリーンモアをですね、軽トラックから下ろす場合ですね、まあ、ちょっと注意したいのが、まあ、まずこの軽トラックから絶対落とさないこと、あとグリーンモアの下はですね、ここを十分注意してゆっくり、バックして下ろしていきます。あんまりね、振動を与えないようにゆっくり下ろします。で、積む時ですが、積む時も同じですね。まあ、このように運んでくると思うんですが、ゆっくり合わせる。で、乗せ、もう勢いですね。勢いっていうか、この惰性。もう一回下ろします。もう一回やってみます。まあ、この歩み板にタイヤを合わせて、でゆっくり上がります。で、クラッチを切る。ゆっくり下ろす。歩み板に合わせてゆっくり上ります。で、場合によってはね、エンジンの回転が低すぎて途中で止まってしまうグリーンモアもありますんで、まあ、機械によってね全然違うんで、その辺は、機械の癖をね、特徴をつかんで、アクセルを上げたり、緩めたりっていう風にした方がいいと思います。で、歩み板の途中でね、あのアクセルを開けたり緩めたりっていうとかなりちょっと危険なんで、その辺は注意して行った方がいいかなと思います。